総理、ある人からこんな相談がありました。会社から部長への昇格を打診されているけれど、子育て支援に所得制限があって、子ども4人を大学に入れられなくなるから保留していると、賃上げが実現したと思ったら、所得制限に引っかかって子育て教育支援から外れる人が増える、これは総理が目指す方向と矛盾するのではないですか。国民民主党は、昨年、所得制限撤廃法案を国会に提出しました。総理まずは 児童手当など、子育て・教育政策の所得制限撤廃を決断しませんか、賃上げと所得制限撤廃は、同時に実現すべき政策です所得制限の撤廃を含め、さまざまなご提案いただきました。国会での議論も踏まえつつ、子ども・子育て政策の強化について、子ども政策担当大臣に指示をした基本的方向性に沿って、具体策の検討を進めてまいりたいと考えています。 昨年の代表質問で私は議場の皆さんに、この国会を賃上げ国会にしようと呼びかけました。あれから1年、国民民主党は今年の通常国会こそ、賃上げ実現国会にしようと改めて訴えます。アメリカでもヨーロッパでも韓国でも賃金が上がっています。なのに、日本だけ25年以上賃金が上がっていません。国民民主党はこの賃金デフレこそが、日本経済最大かつ本質的な課題と考え、 給料が上がる経済の実現を公約として訴え続けてきました。原油価格高騰などにより、30年ぶりの物価高となっています。であれば、賃金も30年ぶりの上昇にしないと、国民の生活は苦しくなるばかりです。賃金が上がらないと消費も落ち込み、年金も上がりません。結局、問題は賃金なのです。もはや賃上げは、単なる個別企業の労使交渉という枠を超えた、日本経済最大の課題です。 次に、異次元の少子化対策について伺います。総理、新しい政策に取り組むには、まずこれまでの少子化対策は、何が間違っていたのか、何が成功したのかを検証すべきです。また、兵庫県明石市による医療費や給食費などの5つの無償化政策は、10年連続人口増加などの実績を出しているので、まず地方で取り組んでいるこうした実績を出した政策を、国が全国一律で行うべきです。住んでいる自治体によって 子育て支援を受けられたり受けられなかったりするまるで自治体ガチャのような状況は速やかに改善すべきですさまざまなご提案もいただきましたまずは子ども政策担当大臣のもと子ども子育て政策として充実する内容を具体化し6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て予算倍増に向けた大枠を提示していきたいと考えております私たち国民民主党は これからも必要な政策を先手先手で打ち出し、政策を先導してまいります。所得制限撤廃法案が典型ですが、その他にも、ヤングケーラー支援を強化するための法案や、カスタマーハラスメント対策についても、具体的な政策を示し、実現につなげてまいります。もちろん、今国会最大の課題である、賃上げの実現にも、対決より解決の姿勢で、 建設的な議論をリードしてまいります。賃上げ実現国会のため、そして所得制限など、子育て支援の拡充のために、政府はもちろん、この議場にいらっしゃる与野党を超えた同僚議員の皆さんの協力をお願い申し上げ、国民民主党を代表しての質問といたします。ご清聴ありがとうございました。